M13 団体に装着した 7.62X51mm、ナトウ団に100発を収納する弾薬箱。最下段にロットが表記されている。ロット管理とは、仕入れ、製造等の業務で発生する製品単位ごとに製品を管理すること。なおロットは物品を販売する際の、ひとやいくらや、ひとやま100円などの商品を積み上げたひとやに、由来する。 ロット管理は商品や製品の仕入れから販売内し出荷までを製品単位ごとに管理する方法で特に商品流通で量が多かったリサイクルが短い場合に行われる簡便的な在庫管理の手法である単位ごとにロット番号を付与して管理するのが一般的で発注も商品の梱包状態といった単位で行われるまた同一ロットには同じロット番号が 製品に印刷されている場合もある。よく使われる単位には1ダースないし1カートンなど、輸送の都合が良い状態で、商品によっては輸送パレット一つ分などとでも、勘定される。かつては流通の過程では、商品単位でひとまとめにして輸送されることが多かった。関係で大腸を使った、在庫管理では大雑把なロット管理も広く、用いられたが、情報化社会により、 ポスシステムで商品管理を行うようになり、細かい単位でも在庫の管理が可能となったため、コンビニエンスストアのように末端の小売店でも単品発注が可能な業態も見られる。医薬品などでは安全性の面からロットごとにメーカー側に商品サンプルが取り置かれており、品質の不具合などが報告された場合にサンプルを調査して不良品がどのロットに発生したか、 どの販路に向け出荷されたかを追跡できるような体制を整えているところも見られる。工業製品のリコールでも同様に特定ロットに不具合が発見された場合には時期を同じくして製造されたロットごとに割り振られたロット番号をもとに消費者へ注意を呼びかけるとともに製品の回収が行われる。一方の製造過程では製品ごとに どのロットで入ってきた部品を利用したかが管理されており、こちらも製品に不具合が発生した場合に、問題の部品と同ロットの部品を使った製品が、どれかを特定することにも利用される。ありがとうございます。